照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。広島東洋カープ対阪神タイガースの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の注目、なんといってもプロ初先発のルーキーのピッチングになるかと思われます。初めてのマウンドですから相当緊張もあると思うんですけれども、とにかく思い切って投げてもらいたい。まずはカープの先発森下がマツダスタジアムのマウンドに上がります。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。近本が打席に入ります。さあ注目の立ち上がりです。さあ初球は何か。切れていきます。ファウル。ここはストレートを続けていいでしょうね。なるほど。さあどう来るか。際どいコース外れました。インサイド落ちました。この当たりはどうか。西川抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている糸原。森下まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは森下、そしてキャッチャーは坂倉。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。際どいコースに送ってストライク。外れていきます。ちょっと合わないようです。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。次は勝負ですね。決め球をいいところに投げれるかどうかですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。打ちました。詰まりながらも右中間へ。ここはフライになっています。上がりすぎました。センター掴んで2アウト。バッターは3番ローズ。2アウトになっています。初球は何で来るか。初球ボール。引っ張った。グレン一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。1回の裏カープの攻撃です。カープはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますタイガースはご覧のような守備陣です。タイガースマウンドに上がるのは先発の青柳。さあカープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは西川。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。まず何を投げてくるか。初球ボール。2球目は何で来るか。外は入っています。
ストライクになります。ワンボールツーストライクです。低めの変化球は外れました。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている菊池。青柳、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球甘いコース、バットが出ませんでした。高めに持ってきました。ノーボールツーストライク。際どかったですよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。次が4球目、大きく枠を外してきます。インサイド、打球はセンターへ。センターが取りました。ツーアウトです。打順は3番堂林。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。インサイド打ち上げました。左中間に上がった。この打球はフライになっています。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。この回カープ三者凡退です。2回表に入ります。タイガースの攻撃、バッターは4番大山。カープ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね。2巡目以降どう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあここからインサイド落ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。5番バッターサンズ、ヒットでランナーを一塁に置いています。最初は変化球できました。ボールになります。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。3球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。カープピンチになりました。ノーアウトランナー2塁1塁。さあそしてバッターボックスには梅野が入っています。さあ先制を防げるかという場面。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですよね。やはりランナーがいると初球も慎重になりますよね。なるほど、そうですか。併殺狙い、インコースに攻めてきました。際どかったですよね。
里崎さん、ゲッツーを狙うときは送ります。ピッチャーが取る。一塁送球アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。ここの攻め方が大事になりますよね。さあこの場面で打席には7番の高山が入っています。初球いいところに決まります。バットが空を切りました。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。切れていきます。ファウル。空振り三振。ここは投げ勝ちました。これで犠牲フライがなくなってだいぶ楽になりましたね。はい、三振でツーアウトとなっています。さあそして打席には木浪が入ります。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあやはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうですね。初球は何から入ってくるか。インサイド落ちました。これはセンターに抜けました。サードランナーホームイン。本塁タッチはアウト。しかしこの回タイガース先手を取りました。1対0タイガース先制です。2回の裏、さあカープこの回は4番から始まります。鈴木が打席に入ります。カープ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。先制されてしまいましたけども、この回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。引っ張った。ここは打ち上げています。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスは5番グレン。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。打ちました。糸原が掴んで2アウト。バッターボックスには6番松山。2アウトになっています。この回のカープ打線ですが4球で2アウトになっています。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。はい、そうですよね。これが2球目。2球目打ちました。これはショートライナー。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終わって1対0、1点リードはタイガースです。先発の青柳が打席に入ります。ピッチャーが相手でも気を抜かずきっちりアウトを取りたいですね。そうですね。さあまず1球目。初球ボール。低め見送りました。ストライクです。これが3球目。速いボール、膝元決まってストライク。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。打ちました。ピッチャーゴロ。アウト。ワンアウトです。打順はトップに帰って近本。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは注意していった方がいいですね。はい、そうですね。森下、まずは先頭バッターを打ち取っています。
まあ走力が半端ないバッターですからね、絶対に塁に出したくないですよね。はい、そうですね。ナイスボール。インローのストレート、力のあるボールです。ここは150キロを超えてきます。アウトコース見送ってストライクです。ワンボールツーストライクです。低めの際どいところですが外れています。ファウルになります。2ボール2ストライクです。インコース変化球決まりません。3ボール2ストライク。打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。ワンアウトランナー三塁です。さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。なるほど、そうですね。まあこの状況としては嫌な相手を迎えてますから、キャッチャーはリードには気をつけたいですね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。ここは三振を取りたいですよね。インサイド打ちます。センターへ抜ける。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、2対0になりました。カープこれで2点ビハインドとなりました。打順は3番ローズ。カープこの回追加点を許しています。里崎さん、後続は確実に断ち切りたいところだと思うんですが。まあもちろんそうですよね。ここで切って取りたいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。ここはゴロを打たせたいですよね。2球目打ちました。掴んで2アウトです。打順は4番大山。前の打席はしっかり捉えてましたからね。ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。打ちました。田中一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。2対0、タイガースのリード広がっています。赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、本当にいいボール行っているようです。外は入っています。打ちました。取った。一塁を送ります。アウト、ワンアウト。打席には1番バッター田中。まずはワンアウトを取っています。これが1球目。空振り。変化球が決まりました。あっという間に2ストライクです。アウトコースのチェンジアップ。
インサイド落ちました。これはどうだ、取った、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。ピッチャーに打順が回って先発の森下がバッターボックスに入ります。当たればいいところに飛ぶこともあるんでね、バットを出していってほしいですね。そうですね。初球ボール、今のはよく見ましたよね。アウトロー際どいところわずかに外れました。ボール先行です。高めに決まりました。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。糸原が掴んで3アウトです。反撃したいカープでしたがここは三者凡退に終わっています。3回終了2対0タイガースがリードしています。4回の表タイガースの攻撃、打順は5番サンズ。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね。ここは慎重に行った方がいいでしょうね。そうですね。カープビハインドで迎える4回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですからしっかり抑えていきたいですよね。まあこれ以上の失点はね、チームも自分も苦しくなりますよね。粘りの投球ができるんでしょうか。チェンジアップは入りません。ボール先行です。外に決まりました。入りました。2ボール2ストライクです。低め見送っています。3ボール2ストライクです。痛烈、これはどセンターに抜ける、センターの前、あっという間にセンター前へ。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。得点圏にランナー置いています。さあそしてバッターボックスには梅野が入っています。さあ追加点は許したくないところ、ここはしっかりしのいで反撃を送ってきた、あーっと掴んでアウト、決めることはできませんでした。ワンアウトランナー二塁と変わっています。初球はストレート決まっています。ライナー掴んでアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には木浪が入ります。さあツーアウトにはなりましたがまだピンチは出していません。まあこのまま抑え切って攻撃陣の奮起につなげたいですね。なるほど、そうですね。まあここは敬遠でも良かったですよね。次のバッターの方がやりやすいと思いますからね。なるほど、このまま勝負するんでしょうか。見送ってボール、サードうまくさばいて一塁送球、一塁アウトでスリーアウト、ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。2対0タイガースがリードしています。
カープ4回裏の攻撃になります。バッターは西川。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね、ここはしっかり狙っていきたいですよね、そうですね。カープビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね、まあこの辺りから詰めていかないとだんだん後がなくなってきますからね、そうですね。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番菊池。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね、タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか、期待しましょう。青柳、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球打ち、これはセカンドの右抜ける。カープチャンスになります。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには鈴木が入っています。さあ得点圏にランナーを置いています。とにかく1点ずつでも返していけばまた展開も変わってくると思いますよ。なるほど、そうですよね。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。ここは一気に勝負してくること。変化球打った、高いバウンドになった。ショートが抑えた。際どいタイミング、際どいタイミングも一塁はセーフ。よく走りました。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。初球からバッテリー内側際どいコースへ投げ込んできました。さあ2球目は何か。外の球打った、セカンドの右抜けていく。サードランナーがホームに帰ってきました。カープ1点返しました。2対1になりました。さらに2塁1塁のチャンスが続きます。さあそして打席には松山が入ります。いいバッターが続く打順ですから、ここで決めたいですよね。さあチャンスが続きます。攻撃がいい感じになってきてるんで、同点に追いついて流れをつかみたいですよね。なるほど、そうですね。これは低めストライク。うまくボール球を振らせました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。ここは釣り球は振らないよ。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。三振で攻撃を終えました。しかしこの回カープ点差を縮めていきます。4回終わって2対1、カープが1点差まで追い上げました。先発の青柳がバッターボックスです。まあピッチャーの打席なんできっちりアウトを取りたいですね。そうですね。初球から行きました。ファウルになります。引っ張った、これはどうか。この打球は落ちそうだ。三塁線落ちてしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打順は1番に帰ります。バッター近本。前の打席はスリーベース打たれてますからね、ここも長打を警戒しておかないといけませんよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはカープが森下、そしてタイガースが青柳、この2人の投げ合いとなっています。
ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。さあ3球目は何か。内へ低めに変化しました。打ちました。サードうまくさばいて二塁へ。セカンドフォースアウト。さあ一塁には追加点のランナー。バッターボックスには糸原。まあ彼はバンドがうまいですから送ってもいいでしょうね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。一塁牽制セーフ。里崎さん、バントを阻止するようなリードというのはあるんでしょうか。そうですね、胸元えぐるような球行きたいですね。なるほど。一塁牽制、一塁はセーフ。走ってきた。2球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ランナー三塁一塁となりました。さあそしてバッターボックスにはローズ入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはしっかりしのいで反撃を待ちたいですね。なるほど、そうですよね。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。変化球打った。ショートの左、抑えた。二塁フォースアウト。アウト。ダブルプレーでスリーアウト。ランナー出ましたが、赤星さん、バッターとしてはそろそろ打ち崩していきたいところですよね。そうですね、まあそろそろ攻略してほしいと言いますか、各バッターもう少し狙い球を絞るなり工夫してもらいたいですよね。はい、そのあたりバッターの対策が重要になってきそうです。チェンジアップが決まりました。インコースを厳しく攻めます。ボールになります。変化球、これは空振りです。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。さあ6球目は何か。切れていきます。ファウル。ここはもちろん際どいところも打っていかなければいけませんが、ボールだな。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。サンズ抑えてワンアウト。打順は8番田中。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。青柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。2球目打ちました。取ってツーアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の森下が打席に入ります。ここは自分のバットで何とかしたいという気持ちもあるでしょうね。そうですね。大きく外れました。ましたね、アウトロー際どいところわずかに外れました。
ファウルになります。打ちました。セカンドが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって2-1、タイガースが1点をリードしています。マツダズームズームスタジアム広島からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックスは4番大山。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。カープ1点ビハインドで迎える6回です。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。バッターボックスには5番サンズ。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど。そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。初球大きく外れています。変化球が低めに外れます。ボール先行です。入れてきました。147キロ。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。アウトコース、空振りです。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ストライクになります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。インハイ、際どいコース。痛烈。これはショートライナー。バッターボックスは7番高山。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。前の打席はしっかり捉えた鋭い打球でしたよね。ここは慎重に行った方がいいですね。なるほど、そうですね。2アウトになっています。ストライクになります。149キロ。次が3球目。インコースボール。これが4球目。外の球外れています。次が5球目。いいまっすぐですよね。はい、低めにストレートが決まっています。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打ちました。サード取った。1塁へ。1塁アウト、3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。2対1。
1点リードはタイガースです。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、カープ打順よく1番から始まります。西川がバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。カープ1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。引っ張った、ファーストゴロ取りました。アウト、ワンアウト。打席には2番バッター菊池。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日はバットが振れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。危ない球です。打ちました。糸原、アウト、ツーアウト。打席には3番バッター堂林。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウト、ランナーありません。ちょっとすっぽ抜けた感じです。インコース決めてきた。変化球は外、ワンボールツーストライクです。ここは臭いところも打っていかないといけませんね。なるほど。そう、インコース詰まりました。ここは打ち上げています。サードが構えます。大山が抑えて3アウトチェンジです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終了、2対1、タイガースが1点をリードしています。これから7回、タイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打の糸井。カープ1点ビハインドで迎える7回です。試合は終盤1点の攻防となりました。まあここは我慢のしどころですよね。最少失点で逆転を狙っていきたいですね。この後も集中力が必要です。これが初球。初球は際どいところに行きました。ストライクです。スピードボールを持っています。内へ低めに変化しました。3球目は何で来るか。低めに外れてボール。センターが取りました。ピッチャーに打順が回って、先発の青柳がバッターボックスに入ります。まあやはり好投してるんで、もう少し引っ張りますよね。そうですね。打ちました。ファーストが取る。ツーアウトになりました。打順はトップに帰って近本。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウト、ランナーありません。初球はボールから。スピードボールを持っています。インサイド、落ちました。わずかに右に切りました。ファールボール。
ト線へ打球伸びる。一塁線落ちてフェア。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。2番バッター糸原。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ええ。まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功です。痛いですよね。ここは得点圏に進めたくなかったですよね。やはり足のあるランナーは怖いですね。まあそうですよね。そういった機動力を重視したチームがね、増えている印象はありますよね。そうですね。さあここをしのいでいけるか。次が勝負ですね。なるほど。ストレート打っていった。落ちた。ヒットになる。二塁ランナー三塁も回った。セカンドランナーホームイン。タイガース追加点を挙げました。3対1カープ。なおもピンチが続きます。カープここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の中田。バッターボックスには3番ローズ。カープこの回1点を失っています。さあ2点を離され、なおも得点圏にランナーを打ち上げました。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回タイガース1点を追加しています。3対1タイガースのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、カープの攻撃に入ります。7回の裏タイガースに選手の交代がありました。カープラッキーセブンの攻撃になります。バッターは鈴木。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。カープビハインドで迎える7回の攻撃です。点を取られたんでこの回すぐに取り返して追いついておきたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。中への変化球外れました。3球目外れました。低めの変化球です。取りました。一塁送球アウト。ワンアウトです。こちらが先ほどの配球になります。初球変化球空振りです。この球は外れています。打ちました。取った。一塁送球アウト。ツーアウト。バッターは6番松山。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、最後は空振り三振に倒れています。ツーアウトランナーありません。外への変化球外れました。ボール先行です。さあ3球目は何か。ボールになります。ストライクが入りません。
まあここは1球見るでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。5球目は何で来るか。アウトコースへ決めました。フルカウントになっています。これはバット出ず三振です。3アウトチェンジ。反撃したいカープでしたがここは三者凡退に終わっています。7回終わって3-1、タイガースがリードしています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど。そう、打ちました。ショート取った。アウト、ワンアウト。5番バッターサンズ、今日はここまで猛打賞を記録しています。バッター今日当たってるんで慎重にいかないといけませんよね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。中田、まずは先頭バッターを打ち取っています。低めのボール入りました。ノーボール2ストライクです。際どい、膝元よく見ていきました。変化球空振り。打席には6番バッター梅野。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席はいい当たりでしたからタイミング合ってると思いますね。ここは注意していかないといけないでしょうね。そうですか。2アウトランナーありません。いいストレートですよね。インローのストレート、力のあるボールです。ノーボール2ストライク。打ちました。グレン、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。3-1、タイガースがリードしています。8回の裏カープの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。岩崎が2番手としてコールされています。坂倉がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。カープビハインドで迎える8回の攻撃です。赤星さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。そうですね、とにかくこの回に1点は取っておかないといけないと思いますね。なるほど。さあどういった形で攻めていけるか。インコース決まった。あっという間に2ストライクです。この球は外れています。さあ勝負してくるのか。打ちました。糸原、アウト。ここは送球が間に合っています。バッターボックスは8番田中。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナーなし。初球打ち、この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。田中、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには代打の長野。さあ赤星さん、期待のかかる場面となりました。そうですね、まあここで詰めておけると大きいですからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。さあ初球は何か。見送ってまずはストライクです。
このカウントは甘い球だけでなく少しゾーン、タッチもセーフ。次が2球目、カットボール、ここは見ます。次が3球目、大きく外れてボールになります。さあ4球目は何か、センターへ持っていった、ここはフライになっています。掴んで2アウト、2アウトランナー2塁となりました。さあそして打席には西川が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。ここはつないで1点ずつ返していくような意識でいいですよね。なるほど、そうですね。まず際どいコースをついてきました。反撃は許しませんでした。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。8回終わって3対1タイガースがリードしています。これから9回タイガースの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。中村が3番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面で、これから9回タイガースは代打を送ります。バッターはマルテ。カープビハインドで迎える最終回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。まあ攻撃できるのはあと1回しかないわけですから、ここを取られるわけにはいきませんよね。最後の攻撃に託すためにもきっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。ファウルになります。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。スライダー外れます。引っ張った。レフトへ打球伸びる。レフトが取りました。バッターは守備交代から起用されている山本。ワンアウトランナーありません。インサイド見送っています。インコースを落としました。ボール先行です。3球目は何で来るか。インハイ決まります。打ちました。ファウルになります。インコース詰まりました。ここはフライになっています。菊池が掴んで2アウト。バッターボックスには代打の陽川。2アウトになっています。いやちょっとヒヤッとしましたね。まあピンチヒッターは初球から狙ってきますから注意したいですよね。そうですか。これは内へ外れます。インサイド落ちました。これはどうか。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。3対1タイガースがリードしています。最終回カープの攻撃です。
そしてタイガースがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。2番バッター菊池、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。カープビハインドで迎える最終回、セーフティーバント、スアレス、これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。3番バッター堂林、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、盗塁成功。さあチャンスになりましたよね。やはり足、外のボール打った、これはどうか、セカンドランナースタート、ワンアウトランナー三塁となりました。ランナー進みましたから、とりあえず最低限の仕事はしましたよね。さあこのチャンスでバッターボックスには4番の鈴木が入っています。ここは犠牲フライで OK ではある、ジャストミート、掴んでアウト、ツーアウトランナー三塁とかあります。さあそしてバッターボックスにはグレン入っています。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ここはつないで1点ずつ返していくような意識でいいですよね。なるほど、そうですよね。外角高めのストライク、すぐに追い込みました。これが3球目、インローボール、低め外れました。手が出ません、三振、試合終了。カープ痛い敗戦となってしまいました。とても緊張感のある引き締まった内容となりました。あと一歩と残念ではありましたが、いい試合だったのではないでしょうか。明日以降巻き返しに期待したいと思います。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のカープですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。